リンカーン・エルスワース、リンカーン・エルズワースは、アメリカ合衆国の極地探検家である、シカゴに生まれた。父親は裕福な炭鉱主で1925年に、ロアール・アムンセンのスピッツベルゲン島から、ドルニエワール型飛行艇の北極飛行に資金を提供した。この飛行は、目標到達前に不時着し、救助されるまで30日間待たねばならなかった。 1926年にエルズワースは、アムンセンと共に、イタリアのウンベルトノビレが設計、製作した飛行船、ノルゲ号で、スピッツベルゲン島からアラスカへの飛行を行い、5月12日、北極点を通過した。1933年から1939年にかけて、4度南極探検を行った。 ノルウェーの二新漁船を買い取り、ワイアットアープ号と名付けて航空機を運んだ。1935年11月23日、ダンディー島からロスタナゴーリまでの南極大陸横断飛行を行った時に、南極半島の付け根にあるエルスワース山脈を発見し、センチネル山脈の名をつけたがその名は後に、エルスワース山脈の北部の名称となった。 飛行中に燃料切れとなり、リチャード・バードが設置したリトル・アメリカ・キャンプ近くに、不時着した。無線機の故障により、エルワースとハーバート・ホリック・ケニオンと共に、不時着の連絡が遅れなかった。ニュージーランドから、イギリスの救援船が救助に向かった。ほぼ2ヶ月間、リトル・アメリカ・キャンプに避難した後、二人は、翌年の1月16日発見され、4月6日に、 ニューヨークに帰還した。1937年には、極地における飛行技術の確立により、イギリスの王立地理学会から金メダルを受賞したエルスワース山脈の他に、南極のエルスワースランドやエルスワース湖にも命名された。アメリカのボーイスカウト協会は名誉スカウトに任命した。367日誕生日大辞典の解説、コトバンク。 2018年6月10日閲覧。エルスワースケニオンファウンド政府、ミッシングメンローケーテッドエイティバーズキャンプ、フェアバンクスデイリーニュース、マイナー、ジャニュアリー17、1936、ページ H、エルスワースパーティーグリーテッド。オンリターン、ザ、ニューヨークタイムズ、エイプリル20、1936、ページ13、メダルズアワーズ。 ゴールドメダルレシピエンツロイヤルジオグラフィカルソサエティ2014年4月15日閲覧ありがとうございます